ビアボールの CM に期待。岸くんシ君、翔ョウ君、神ミ君が登場するのは本当かビアボールの予約が殺到。オンライン上の熱狂にファン大興奮。ビール愛好家の皆さん、こんにちは。今日は新しいビールのテーマで盛り上がってみませんか最近ネット上で話題になっているビアボールについてお話ししたいと思います。 まだ正確な情報は発表されていないが、ナンバーアイのメンバー3人全員がアンバサダーを務めるという。さて、このビールのアルコール度数はなんと16%。これを聞いて驚く人も多いかもしれません。しかし、その驚きもつかの間、炭酸で割るとアルコール度数が約4%まで下がることが判明した。今回の周波数調整により、 多くの方に安心してお楽しみいただけるようになります。では、このビールは何で割っているのでしょうかファンの間では様々な予想が飛び交っています。騎士君はジンジャーエールで、翔君はルイボスティーで、そして神君はコーラで割っているのではないかという声もあります。果たしてその真相はいかにこれまでの情報から察するに公式発表が待たれますね。 ビアボールの人気は予想以上で予約段階で売り切れるという驚きの情報もあります。5月が楽しみで仕方がないですね。ただ、公式の発表はまだですが、グラスも可愛くてお酒も好きなので、ついつい予約をしてしまったという声も聞かれます。過方は寝て待て、とはよく言ったもので、きっと公式の発表も待ち遠しいことでしょう。ビール好きな人にとっては、 グラスがついてくるビアボールはとても魅力的ですね。これを機にビールが苦手だった人も新たな発見をするかもしれません。売り切れる前に予約することができたという声も聞こえてきますが、まだ予約を迷っている人もいるかもしれませんね。さて、このビアボール、一体どのようにして飲んでいるのでしょうかツイッター上ではファンたちがそれぞれの推測をしていますね。 キシ君はジンジャーエールで割っているのかしら翔君はルイボスティーでしょうかそれともトマトジュースかしら神君はコーラを使っているのかもしれませんね。いずれにしても、この情報が公開されるのが待ち遠しいですね。楽しい予約合戦も繰り広げられているようで、早めに手を打っておかないと売り切れてしまうかもしれませんね。 5月にはいろいろなことが起こりそうですね。ちなみに、この情報はまだ公式では発表されていないようですが、ファンの間ではすでに予約が殺到しているようです。また、このビアボールにはオリジナルグラスがついてくるそうで、それもファンにとっては嬉しいポイントですね。サントリーさんはファンの心をくすぐる戦略を展開していますね。個人的にはビールが苦手なのですが、 このビアボールをきっかけに飲めるようになるかもしれませんね。グラスが欲しいがために予約してしまう人も多いようですし、CM が楽しみですね。ところで、このビアボールの発売に合わせて、3人で CM が作られるのかもしれませんね。その時は、ますます注目が集まりそうです。さて、あなたはビアボールをどのように感じますか興味深い商品ですね。 どのような味がするのか気になりますね。コメントをお待ちしています。さて、ビール好きな方は要チェックです。新しい発表が楽しみですね。皆さんもぜひ楽しいビールタイムを共に過ごしましょう。それでは次の情報が入るまでお楽しみに以上、ビアボールに関する最新情報でした。どんな新たな発表が待っているのか、 ワクワクしますね。5月がやってきて、なんとも楽しいことが起こっている。そう、ビール好きの人たちにとっては、とてもワクワクする時期だ。友達と一緒にビアボールを楽しむ計画を立てるとき、心が躍るのは当然のことだ。ビアボール、それはまさにビールの新たな楽しみ方を提案している。オリジナルグラスがついてくるこのセットは、 ビール愛好家たちの間で大きな話題になっている。予約が始まってから間もないが、すでに売り切れ寸前となっているという噂が立っている。果たして、これほどまでに人々の関心を集めるに至った理由は何だろうか。オリジナルグラスツ炭酸で作って楽しむビール、ビアボール3 3 4トル六本グラスフビールすでに予約販売の。 在庫争奪戦がしまっててわろた注文ポチ。ここにあの方々がハグ。夜の静けさにオンラインの世界は別の生命を呼び覚まされる。暗闇の中、キーボードの音が語るのは人々が待ち望んでいたある新しい興奮。そして一つの疑問だ。それはビールの世界に革命をもたらすかもしれないビアボールとは何か その謎は一瞬で拡散され、ファンたちは心の中で興奮を共有した。だが家宝は寝て待てという言葉が頭をよぎる。公式の発表を待たねばならない。しかし、待つことは難しい。時が経つにつれて興奮は高まり、予約はどんどん埋まっていく。そして、ついにその瞬間がやってきた。公式発表だ。 公式の発表はファンたちの心をざわつかせる。しかし、その前に一部のファンはすでに行動を起こしていた。ビアボールの予約をポチッとクリックしてしまった。お酒を控えるはずがついついてが動いてしまった。緑人は無理だけど、これなら大丈夫だろうと自分に言い聞かせながら。グラスが欲しいという願望が先走り、 すでにポチッとしてしまったという声もある。そして、CM が待ち遠しい。新たな発表が楽しみで仕方がない。しかし、ビールをあまり飲めないという声もある。でも、これを機に飲めるようになるかもしれないと期待するファンもいる。ビアボールが提供する新たな体験に期待と興奮が入り混じる。売り切れる前に予約したという声も多い。 そして、驚きと興奮の声が上がる。マジなん三人でビアボールの CM、これは、つまりそういうことですかファンたちは、サントリーさんに期待を寄せる。そして、ポイントを使ってお得に買えた、という報告もある。もしかして、と期待に胸を膨らませる。オンラインの世界での騒ぎは止まらない。 ファンたちは広い絵を共有し予約が完了したことを喜び合う。そしてこれからのビールの世界にビアボールがもたらす革命を心待ちにする。ビアボールの登場によってビールの楽しみ方が変わるかもしれない。それは新たな体験、新たな興奮をもたらすかもしれない。果たしてビアボールはファンの期待に応えることができるのかそれとも 期待を裏切る結末を迎えるのか待ち遠しい時がやってきた。過報は寝て待てというが、果たしてその過報はどのような姿を表すのだろうか